フランソア・ドビエンヌは、18世紀フランスの作曲家、木管楽器奏者、パリ音楽院のフルート教授を務めた。オートイコールマルヌ県のジョアンビルに、暮職人の家庭に生まれる。14時の抜子であった。地元で、聖歌隊員として、最初の音楽教育を受ける。1780年にフルートをフェリックス・ローに支持し、ドロワンスルキ教の出事に加わる。な、 パリのアンサンブルでソリストや楽団員として演奏活動をはじめ、フルートやファゴットを演奏、ファゴット奏者としてパリオペラ座にも加わっている。作曲家として1790年代にいくつかのオペラで成功し、とりわけレビジタンディーヌは大成功であった。ドビエンヌはフランス防衛軍軍楽隊の軍装の階級を持つ隊員であり、無料音楽学校で、 軍楽隊の同僚の子女に指導する義務を負わされていた。フランス革命の時期に無料音楽学校が国立音楽学校となり、1795年にパリ音楽院に開祖されると、ドビエンヌは学校管理者とフルートの教授に任命された。重要なフルート教、ノリモとフルート演奏の理論と実践を上司する。これは何度も番を重ね、 18世紀後半におけるフランス吹奏楽の向上に大きく貢献した。他の多くの音楽家と同様、ドビエンヌもフリーメイソン入会者であり、コンセールドラ老子オランピックの団員であった。精神を病み、1803年にパリー近郊シャラントンの療養所で亡くなった。約300曲に上る気楽曲は、ほとんどが管楽器のために作曲されている。 10曲ほどのフルート競争曲と4曲のファゴット、競争曲、吹奏楽のための公共曲、様々な楽器のための三重奏曲や四重奏曲がある。オペラは12曲ある。優雅な戦立様式から、フランスのモーツァルトと呼ぶ向きもある。ありがとうございます。